燃えよドラゴンズ。でででん。はい、大谷があれですよ、はい、全世界を賑やかししてます。号外出てましたね、速報も流れてましたね。すごくない？うん、1年いくらよ。1015億円いくらって読むの？100億円ぐらいもらえるってこと？1年なんじゃない？で月に10億ぐらいもらえるんだよ。やばくない？やばい。何使うの金？使わんのじゃない？なんかお金使うの別に好きじゃなさそうだよね。野球のこと以外だと特にこだわらなさそう。親孝行しますとか言いそうだもん。でもお母様はね、まだアルバイト続けるとおっしゃってますね。あ、そうなの？息子がどうなっても私は変わらずに、自分と変わらない子生活を送ってきます。すごいね。すごい家族だよね。ね、うん、と思いました。マジで？うん、すごいね。家族いないあなたにとってはね、グッとくるよね。うーん、そうだね。今すごい私の家族がいい家族だったら私どう育ってるんだろうって思ったけど、多分変わんなさそうだけどね。あのですね、はい、これドジャースっていうチームに行ってですね、もともと野茂英雄投手がいたり、はい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 、名前はわかるわ。中日ドラゴンズと仲がいいんですよ。あ、そうなんだ。そうで、ユニフォーム似てんの？そう、パクってんのよ。似てるよね。そうだから、何、キャンプ一緒にやったりとか昔、うん、あ、そんなに仲いいんだ。そう、交流があったり、あの星野監督の時とか結構交流があって、ドジャースって結構なんか近いイメージがあるん で、うんうん、で今日はまあユニフォーム似てるんで、はい、大谷ドラゴンズ来たんじゃねって言って丁寧話そうかな。ほう、うん、多分あれドラゴンズだと思うよ。ドジャースじゃなくて、いや、ドラゴンズ、ドラゴンズ。そうだから、もし大谷が、うん、まあうちに来たんで、うん、ドラゴンズに、はい、まあ来年1年はね、ちょっと肩があるってピッチャーできないんで、はい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 、バッターに専念、うん、まあ4番ですよね、間違いなく。で再来年は、うん、ピッチャーもできるんで、はいはいはい、まあまあ再来年っていう体で投げれるっていう体でちょっとねスタメン考えてみようかな。うん、 DH ないんだよね。 DH ないからね。4番かな。4番でしょ、大谷。うん、俺結構3番とか5番がいいかなと思ってんだけど。まあ嫌じゃない？3番に大谷いたら嫌じゃない？そうだね。1番2番が出ててホームラン打ったらもう3点だもんね。それだけでね。4番中田の翔でいいでしょ。そうだね、そうだね。うん、大谷なんて来たらもう、いや来てんだけど、うん、弁当とか大谷弁当とか売れまくるよ。もう今なんか想像してるもん、この辺でいろんなこと、うん、やばいね。名古屋の街がもう連日バンテリンドーム満席でしょ。絶対そうだ。もう急にチケット取りづらくなっちゃってね。だって、まあ、4番だとしたら4番ピッチャー大谷ですよ。え、背番号何番になるのかな。いや、もう全部あげるよ。希望の番号どうぞっつって。そう、まあ、そうなるよね。何番にするんだろう。11とかなのか、うん、16なのか、うん、18なのか、うん、まあ20なのか分かんないけど。20か、夢広がりますよ。夢広がったね今ね。トヨタの CM なんか出ちゃったりして。山ちゃんの CM には出ないよね。出ないだろうね。ヤバトンの CM には出ない、ね、出ないだろうね。トヨタだよね。トヨタだね。頑張ってが、そうだね。そしたらもうイチローでしょ、愛知県出身、うん、イチロー監督、大谷4番ピッチャー、最高じゃない。監督イチロー、いや夢広がるね。勝てばいいけどね。それで勝つでしょう。だって岡林出て、うん、まあ、大島出てね、うん、大谷中田細川、うんうん、何大谷どこ守るんだって話になる。そうなんだよね。外野かな。そうだよね、うん、なんか守ってるとこ見ないじゃないですか、うん、守備も上手なんですか？うまいでしょ、多分。まあできないことないよね。足速いし。ああ、そうだね、足速いもんな。野球のことしか考えてないんだよ。そうだよね。すごくない？あなた見習った方がいいよ。音楽のことだけ考えるとかさ。私も全部にちょい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 手出して。私も煩悩がいっぱいあるから。煩悩がいっぱい浮かんでは消えてるから。まあだから大谷来たんで。ああ。優勝です。はい。
もうあれじゃない、ドラゴンズファンに願える人もいっぱいいるんじゃない。野球、いや、いると思うよ。そのまだね、そんな野球どこのファンもないですみたいな人がさ、みんな大谷さん入るならドラゴンズってなるよね。なると思う。ドアラ女子が増えますね、きっとね。いや増えるね、うん、よかったね、入って楽しみだね。入ってよかったわ。もういいですか。この茶番もういいですか。え、ダメ。ドジャーズなのよ、ドラゴンズじゃなくてね、はい、いつかねドラゴンズに来てくれたらいいです ね、 でもね、絶対来ないだろう、来ないでしょうね。日本に帰ってくるのかな。いや、帰ってこないんじゃない。日ハムかソフトバンクかジャイアンツか。あ、でも日ハムはね、最初いたところだし、うん、戻ってくるっていうのはすごいいい話ですよね、うん、と思いますけど。まあそんな中、はい、細川が背番号55になりました。はい、ゼロからね、うん、なりましたね。大丈夫かな。期待されてるってことですね、それだけね。55本のね、王さんの日本の記録から55番をつけるとホームランバッターが生まれるっていう意味ですか、ね、そうなんだ。そうですよ。なんかあの松井さんのイメージですね。そう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 、松井がそれでつけたんですよ、うんうん、左だし、そういう由来でつけるようになったんですね。まあ、超えたのはバレンティンでしたけどね。あ、まあ、うちは福田がつけてましたけど。つけてましたね。まあ、今コーチですから。そうですね。で、55に背番号変わって、せいやですよ。55本打つかなっていう。まあでも今年も、あ、来季か、来季も好調であってほしいです ね。本当にそれを願うばかりでございます。あと現役ドラフトで、はい、鈴木の博さんがオリックスに、はい、オリックスに行かれましたね。どうですか、ヤマハからドラフト1位で入ってきて、クローザーからは今年は先発やったり中継ぎやったり、うんうんうん、ね、ハマスタでボコボコに打たれたり、やってました。打たれてるイメージしかないんだけど、うん、谷間で投げる広島戦とかで5回0点とかやるから、うん、なんだこいつみたいな。なんで、まあでも今ちょっと投手のあれで言うとなかなか出にくかったじゃないですか、うん、中日なんで、うん、そのオリックスで投げる機会が増えるんだったら、うん、いいですよね、そっちの方が。まあね、いいと思います。まあ地元じゃない、静岡だったかな出身。ああ、じゃあ地元っちゃ地元なのか、またドラフト1位だし、うん、微妙なとこだったんでまあ正直新しい活躍の場があるのはいいっすね、うんうん、いいことだなと。まあね、現役ドラフトの醍醐味ですもんね、そこが目的ですもんね、そもそもね。まあ、笠原は失敗しましたけどね。ああ、今年戦力外。いや、もうあれダメでしょ。だったよね、確か、うん、広島も頑張ってほしいです、うん、頑張ってほしいですね、本当に。代わりに、はい、梅野が来ました、来ると、はい、中日ドラゴンズへようこそねえ、はい、梅野、はい、いいっすよこれ。いいですね、中継ぎのピッチャー、うんうんうん、でまだ若いんで 1,2 年こう勉強してもらって良かったな。若いっていいですね。いいよ。ちょっとあれですもんね、もう手だれが多いですもんね、うん、今ね、うちね。そうそう、祖父江とかね、うんうん、いい年ですから、うんうんうん、なんで、はい、また優勝が近づきました。一歩、いや2歩。梅野結構聞きます。大谷がもう来てるんだったらもう阪神と15ゲーム差ですけど5月ねマジックついてます全勝してる、うん、で 6月に優勝して7月からもう2軍の若いやつが試してるみたいな。あ、どんだけ試しても大丈夫ってことね。そうそう、大谷も帰っちゃう、アメリカビシエドも帰っちゃう。逆に思んないわ、そんな早く巻きで終わったら、うん、いやもうこれ梅野のおかげでいいと思いますよ、うん、ますます楽しみですね。はい、あとはもうトレードが気になって仕方ないです。周辺ビシエドは、うん、どうなるんだろうと思って。これは、まあ何月までありえるんですか発表って。いや、そんなこと言ったら来シーズン入ってからもやると思う。あ、まあそっかそっか、シーズン中も全然ありますもんね。まあ、ちょっと追っていきましょう。はい、引き続きこの12月結構いろいろまだ動きあると思う。ありそうだよね、うん、毎日朝起きた時ドキドキするもん引き続きやっていきます。チャンネル登録よろしくね。